オトンフリエスは、フランスの画家、フォービスムに分類される画家の一人、ノルマンディ地域圏ーヌマリティーム圏の港湾の町、ルアーブルで生まれた。昔から多くの造船業者や船員を出した家系でもある。高校時代に生涯を通じて、友人となる画家のラウル・デュフィと知り合った。1895年から翌年までルアーブルの美術学校で学んだ後、1897年から、 リューフとパリに出て国立高等美術学校で学んだ。パリではアンディ・マティス、アルベール・マルケラの若い画家たちと知り合い、彼らと共にアカデミック美術に反旗を翻し、フォービスムの画家となった。1903年にフランス芸術家協会の展覧会に出展し、1904年にサロン・ド・オトンヌに出展し、1906年にアンデ・パンランテンに出展した。 1911年から1912年の間、ポルトガル、ベルギー、ドイツを旅し、ベルリン分離派の展覧会にも参加した。1913年には、ニューヨークのアーモリー城などにも参加した。スウェーデンの有力者の支援を受けた、パリの美術学校、アカデミー・スキャンディネーブや、私立のグランド・ショミエール芸術学校などで教えた。パリで没した。ありがとうございます。